22時。いつも20時とか9時とかが多いんですけど、22時には終わってるみたいな日が多いんですけど、22時に始めるという珍しい。でもお風呂に入りたくて、どうしても本当に風呂に入れて嬉しかった。バスソルトにハマってて寝ます、よく。もう掃除もしたし、美味しいのってきてる。いや、バスソルトは食べ物じゃないと思う。多分湯船の中に入れるやつですけど、なんかいい香りします。メイク落とさないように入るの。私今日レッスンメイクしていかなくてすっぴんで、メイクじゃない、すっぴんでレッスンして、で、お風呂上がりに、っていうかもうさっき30分前ぐらいに目だけメイクしました。メイクしたと言えないぐらい薄いんですけど、とりあえず塗りました。いや、今日起きたらなんか時間なくて、なんかなんかね、そう、ほんと時間なくて意外と、そしたらメイクできなかった。でもメイクしなくてもマスクずっとしてるんで、なんかもういいかなと思って。もうだってここしか見えないからね、言うたら。レッスンはまあちょっと落ちちゃう、順調ですけど、なんか全然レッスンした曲も忘れていってる。こう前の日にレッスンしたやつ入ってるけど、次の日にまたレッスンあるから抜けていくんですよ、振り付けがね。でもう一回復習するんですけど、まあ、復習したらまたとどまってるって感じだけど、でも本当にもう忘れて、今これこの曲踊ってって言われたらちょっと無理かもしれないっていう感じの状態ですね、今。でもレッスンはまあ順調もうなんかレッスン終わったらもう個人戦って感じだから、頑張って思い出します。あ、チョコ買えてよかったね。そうなの、なんと私の大好きなリンドールのね、チョコレートのね、桜味があって、あの本当にもうずっと買いに行きたかったんですけど、タイミングがなくて本当に。でも昨日たまたま行けたんで、あの買いました、桜のチョコレートを。
もう美味しい、びっくりするぐらい、あのなんか自分が予想してた味とはちょっと違うかったんですけど、でもなんかめっちゃ美味しかったです。っていうかあのリンドールのチョコレートはなんかいろんな味があって、私はいつもホワイト絶対買うんですけど、桜この季節にまた行けたらチョコレート屋さんに桜をたくさん買いだめたいなと思います。あとなんだっけ、ブランデーのチョコレートもあったんですけど、それも美味しかった。それは写真で載せてないんですけど、なんか気になったから買って美味しかった。本当にうん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 、なんかめっちゃうわーって感じだった、あのブランデーっていうのかな、そう結構ちゃんと味がしたお酒の。あの酔うとかそんなレベルではないんですけど、あの本当にちゃんとちゃんしっかり入ってるんだなって感じ。後味チョコじゃなくてあのブランデーみたいな。でブランデーそんな飲んだことないんですけど、まずそもそもでも桜が本当に美味しくて最高。でしたね。はい。っていうか私がなんか桜好きすぎて、なんかあのメンバーとか仲良しのねミユとかになんか桜のお菓子の話とか桜の話めっちゃするんですね。なんかそう桜の話をしすぎて、去年の誕生日プレゼントに桜の香水をいただいたんですけれども、なんかまた最近桜の季節でなんか桜のお菓子とかめっちゃ街中にね出てくるようになって、なんかそしたらみゆがカルディで桜のお菓子いっぱい売ってたよってわざわざ LINE が送れてねお知らせしてくれたんです。そう、そしたらね、そう LINE くれたのすごい嬉しかったんだけどね、今日レッスンで会った時もわざわざね、そう桜味のお菓子カルディにいっぱいあったよってもう一回言ってくれて、お、かわいい、もう2回も教えてくれて。そうなの、紅茶とかなんかいっぱい売ってたよって言ってくれてキュン、かわいかったっていうかあのリンドールの話に戻るんですけど、なんか桜のチョコレートめっちゃ売ってたんですけど、なんだっけ、桜の柄の袋ラッピング、桜のラッピングがあって、桜の絵柄のラッピング、あれが可愛すぎて有料だったんですけど、なんかもう買おうか悩んだんですけど、でもその袋買うんだったらチョコレートもう一個買えると思ってやめましたけど、あの本当に袋も可愛かったっ
はい、桜かわいいよ本当に。なんか本当に今着てる服も桜色だし、身の回りにあるものも全部桜色だから、すごく桜が好きですね。今の話の流れは袋買う流れ、それな、本当に買うか迷ったんです。でもやめました。ルーティーン全部ピンクだったもんねって、そう TikTok にモーニングルーティーン約束のショールームで言ってたやつを載せまして、桜餅もいいね。あ、そうももちゃんと桜餅の写真撮ったの、インスタに載せた、こうやってつないでるやつ、緑とピンク、こうやって桜餅。撮るの大変そうってきてる。いや全然、なんか普通にいつもの生活になんかムービーここになんか持って撮ってるだけなんで、なんか全然大変っていう感じではないけど、なんか果たしてこれが需要あるのかなみたいなところだから、すごい載せるか迷った。あれを作ったのはいいけど、だから一回ママに言った、これ載せるどう思うみたいな、そしたらいいやんって来たんで載せました。ハマちゃんが嫉妬してた。そう、私なんかインスタにももちゃんと私のツーショット載せたんですけど、そしたらさよながなんか怒っててすぐ嫉妬するんですよ。なんかたまたまね、そうラジオとかも前はさよなが愛媛でお仕事があったから、そのタイミングでラジオももちゃんと2人で出させていただいて、ももちゃんのラジオに2回ぐらい、それでなんかすごい、わまたゼリカ出てるみたいな感じで言ってきたり、あとなんかももちゃんとなんかたまたまね、そうレッスンのタイミングとかもももちゃんと一緒で、たまたまサヨナが1人になった時にもわまた2人で一緒におるとか言ってくるんですよ。それがめっちゃ可愛くて、もうそれを見て、その反応を見てちょっと楽しんでるみたいなとこがあるんです。でなんか LINE しててもなんか私とももちゃん動画撮ったやつがあるんですけど、それももちゃんが送りつけて3人の LINE に、そしたらズルって来てました。かわいい。シブパラでツーショット撮って送ってセリちゃんに自慢するって言ってたよ。え、マジ？来てないけどね、その LINE。
いつか来るんですかね、その写真は。っていうか、まあ、最近レッスンとかでいろんなメンバーに会うこととか多いんですけど、なんかゆいりさんとなんか横で楽屋で休憩中に座ってた時があって、なんかここ最近で言われて一番嬉しかったことを言ってくれたんですけどね、その言葉がなんかゆいりさんがなんかセレちゃんみたいな性格になりたいって言ってくれたの。え？と思ってすごいびっくりして、え、なんでですか？みたいな感じで聞いたら、なんかすごい誰とでも仲良くなれそうみたいな、すごいちょっと詳しくなんて言っちゃったか忘れちゃったけど、でもすごくいい言葉を言ってくださいまして、なんかすごい嬉しくて、なんか嬉しかった、少し自信がついたなんかね、すごいまあチームが変わるっていうことの話とか、なんか最初そういういろんな話をしてて、でなんかセレちゃんと面白いよねみたいなことから始まって、なんか発言とかがなんか面白いみたいな言ってくれて、でそこからなんかそうセリちゃんの性格いいねみたいな言ってくださいまして、でだからそうやったーと思って、これはショールームで自慢しなきゃと思って今言いましたそう、性格いいって言われるの嬉しい、性格がいいっていうか、そう性格なんていうのになりたいって言ってくれたのが嬉しいよね。そう、すごく嬉しかった。ゆりさんと話してて本当にマジで面白すぎて、ゆりさんとかなんかすごいツッコミが的確っていうか、なんか MC の時もですけど、なんかすごい発言がなんかあれだった時に、なんかなんていうの、不思議発言した時にすごい突っ込んでくれたりとか、それをなんか楽屋でも普通にやってくださるので、なんかすっごい面白くて、常に爆笑しちゃう、ゆいりさんと喋ってたら面白くてあとゆいりさんのちょっと抜けてるところもめっちゃ好きそう、なんか寂しいですね、ゆいりさんと離れちゃうのは。でもまだあるのでその期間もっとね、仲良くできたらいいなって思いましたね。っていう嬉しかった話。そう、コンサート
無事サバはまだ好きなの。好き。最近は、まあ、月に1回ぐらい食べるかなぐらい。だいぶ減ったけどね。サバの次に好きなのイワシって来てる。イワシはそんなになんかわざわざ買って食べようとは思わないけど、まあ食べれます。魚界だったらサバの次は鮭サーモンが好き。はい。あとはタイとかも好き。なんか柔らかいタイ。あと何があるっけ？魚。炙りも好きですよ。あ、サンマも好き。はい、魚好きですね。めっちゃ魚の名前でいっぱいコメント欄が。あ、アジもまあ好き。アジフライ好きです。刺身より焼き魚。いや、断然刺身、お刺身が好き。断然。あのね、お刺身、サーモンが好き。ほんとお寿司好きだしね。でも魚よりお肉かな。でも私はお弁当で例えばお魚とお肉あったら私は絶対お肉を選ぶ。だからまあ魚界だったらサバとサーモン、鮭が、あの上の方ですけど、今ってか普通になんか、まあそうですね、お肉の方が好き。鴨肉が好き。なんかスーパーとかに売ってる鴨肉のなんか柔らかいやつがめっちゃ好き。なんかめっちゃ胡椒みたいなかかってるやつ。え？なんかそれが美味しくて好きです。はい。マジで美味しい。あ、そう、ブラックペッパーがなんかスッてかかってるのいっぱい。ネギいっぱいかかってるのも好き。久しぶりに見たけど元気そうだね。できた。元気ですよ。常に元気。たまに眠そうな配信してる時あるんですけど、今日はまだ眠くない。塩コショウ好き。あ、塩コショウ好き。だって塩コショウあれば、だって何でもいけるくない？炒め物とか味付け、塩コショウ最強だと思います。
生ハム最近食べてる。生ハムは最近そんな食べてないかも。多分今年入ってから多分食べてるけど、でもそれ以来食べてない気がする。あんま、でも食べたいけどね。ラーメンに胡椒をたくさんかけるの。ラーメンはお酢かけるかな。多分私ラーメン行ったらなんかお酢置いてるじゃないですか、横に。なんかお酢発見したら入れちゃう。スーラータンメンも好きだよ。なんかさっぱりする。そう、あとなんか体に良さそうだしね、お酢って。ちょっとよくわかんないんですけど、まあお酢っていいイメージあるんでかけとこうみたいな。私美味しい普通に。どんなラーメンにもかけるの。なんかお店に行ったら置いてたらかけるけど、わざわざ自分で買ってまではかけるタイプではない。餃子とかもお酢。あ、まあ餃子は別に何もつけなくてもいいし、タレがあったらタレつけるし、あとなんかお店に酢と胡椒があったら見つけたらそれにする。まずはオリジナルの味食べてからにしてあげてね。それな、味変みたいな感じで食べますね。はい。で、私なんか最近自分が結構餃子好きかもっていうことに気づいてきた。今まで餃子なんて眼中になかったけど、なんか餃子ってお肉も野菜もあるし、なんか美味しいんじゃないと思って、美味しいと思って、うん、そう好きで、一番ではないけどね、餃子はよく食べちゃいますね。なんか水餃子も好きなの。私あの言ったことあるかもしれないけど、なんか冷凍のね、大阪王将の冷凍のなんかプルもちみたいな餃子、もう超美味しい水餃子があるんですけど、冷凍の、もうそれが好きすぎて最近全然食べれてないんですけど、でも本当にそれが好き、水餃子の中だったら。でもあんま売ってる、たまに見かけたら買うんですけど、そう、あんま売ってない。あの普通に焼くやつも好き、大阪王将のやつ、羽根付きの水なし蓋いらずで焼けるからね、超楽。餃子好きだと思ってたら結構餃子食べましたってメール見てる気があってきて、はい、餃子食べたら報告しちゃうんですよね。蓋もいらないの。蓋いらないよ。なんかマジで餃子並べて焼くだけ。なんかタレとかかけなくていい。餃子のタレはついてるけど、あの皮羽根つけるためのタレみたいなのも餃子にくっついてるから、マジで並べるだけ。本当に楽なんでやってみてほしい。
ほんと5分あれば焼けるそう、なんかなぜか蓋ないんですよね。なんかね、お鍋の蓋はあるんですけど、なんか平たいフライパンの時の蓋がなくて、もともとそうだからいつも作る時はなんか蓋欲しいって時は落とし蓋にするんですけど、本当にないんで、蓋なしで焼けるのはめっちゃ便利。ホットサンドメーカーで餃子焼くと美味しいよ。え、私最近なんかホットサンドメーカー欲しくて、なんかいろいろ作りたいなと思って、なんかワッフルとかの形のもいいし、なんか楽しそう。でも洗い物大変そうと思ったりするけど、でもめっちゃ楽じゃない？なんか挟んだら何でも入れてさ、焼けるじゃない？ホットサンドメーカー良くない？確かに洗い物増えるっていうね。一回やってみたいんですよね、とりあえず。キャンプ用のやつ使いやすいよ。そうなんだ。ホットサンドメーカーで焼くパン美味しいよ。へえ、美味しそう。間違いない。せいちゃんの感想を聞いてから買います。もう私買う流れになってる、もしかして。買うとは言ってないからね、欲しいなって思っただけで、まあまあ、はい良さげなのあれば買いますけど。最近買ったよ。思ったよりお手軽で超おすすめできてる。そうなの？そうなんだ買う流れだった今のいや、欲しいなみたいな、使ってみたいなって思ってただけです。でもなんか便利そうではある。持ってる人のお家に行こう。それな、誰か持ってないかな。一回テスターやらせてもらって、買うか決めるっていう。ホットサンド中身何入れるの？え、でも何入れてもいいと思うんで、なんだろうね、納豆とか、あとは私基本的に定番、冷蔵庫に入ってる定番の食材はそれなんですけど、痛い。あ、チーズ、大量のチーズを入れてもいいかもしれない。確かにチーズ納豆とか絶対美味しいよね。っていうか、なんかスーパーとかに売ってなさそうなのを作りたい。なんかハムと卵とかあるじゃない。それじゃなくて、それは買えばあれだから、なんかスーパーで売れないようなやつ作ってみたいよね。あと何があるかな。
でも甘いのもチョコとかも美味しそうだし、明太餅美味しいらしい、美味しそう売ってないのは美味しくないからじゃん。確かに美味しくないのかな。でも食パンに納豆かけたら美味しかったですけどね、この前。なんか納豆ご飯みたいなのはよく食べるんですけど、なんかお米なかった時があって、でも食パンはあったんです、なぜか。別にそう、なんかあってで、なんかフライパンで焼いて食パンを、そこになんかそうバターもなくて、そのまま食べるのもなみたいな、ケチャップとかも凍っちゃってなんかちょっとあれだったからないしみたいな、そうなった時にあ納豆あるみたいな、納豆と塩かけたんだ。美味しかったよ結構あの多分話してるのを聞いたら、えこの人大丈夫かなって思われそうだけど、美味しかったよ。そう、冷蔵庫壊れてた時代。そうそうそう、最近は大丈夫なんですけど、最近は卵も凍らなくなったし、あの何も凍らなくなった。でなんか学んだのが、私めっちゃ霜を凍らせる癖があって、冷蔵庫の定期的に拭こうと思って今日も拭いたんですね。またドーンとかガラガラってなっちゃうんで、それだけはマジでびっくりするし心臓に悪いんで、やめてほしいと思って拭くようになりました。霜っていうか凍りかけたやつをフフッ。冷蔵庫ってそんな取り扱い難しい。なんかね、でも私のもともとあった冷蔵庫がめっちゃ壊れてたっていうのもある。本当になんか冷蔵庫問題多すぎてどうしようみたいな、なんかいつも心配、毎日心配、今日は凍ってないかなって見て開けて凍ってなくて安心みたいな。なんかバター買ってた時もバターと固まりすぎて、もう本当にアイスですかみたいな、もう本当にねやばかったのよ。まあだいぶ拭くんで、いやこの前でも温度下げたあれを、
いいなって思いますね。今までの人生で冷蔵庫に苦労したことがない。いや私もねないよ全然。でもマジでなんかこんなショールームでこんな冷蔵庫の話するとは思わないよね本当に。と思って、だから今はなんか水とか入れてる。え？冷蔵庫の人です。あの冷蔵庫の人いるじゃない、あのなんていうの冷蔵庫の業者の人。ここでお礼言っても見てないよ。それな。
あの今日はじゃあ23時になったらランキングを読みます。冷蔵庫以外の家電は調子いいの。大丈夫、洗濯機は大丈夫。そう、多分入れすぎ何でもかんでも洗濯しちゃうんで、あの入れすぎかなみたいな、偏ってる。まあ それはなんか原因が分かるからいいんですよね、洗濯機は。ああ入れすぎたなみたいな、そう暴れてるあーみたいな、それはまあわかる。ただ冷蔵庫は私何も悪いことしてないのに、なんかすごいさあれじゃん、めっちゃあれやん。どう思う？ね、気分屋だから。持ち主に似るのかなってちょいちょい私は確かにめっちゃ気分嫌だしあれですけど、まあそれはあるよね。公演 MC のね、寝たりみたいな、ドーンって音鳴るんですみたいな、その話になるまでも長い。パワー6にしてたんですけどとか、そういう話もしないと分かんないじゃないですか。だからちょっとさ、むずいかな。累計何時間この話してるんよね。いやそれな、1時間以上やってるやん絶対。もっとかな、もっとやってそう。
っと分かんないけど、なんかお話し会とかでもなんかセリちゃんの冷蔵庫の話面白いよねみたいな言ってくださる方とかもいるので、まあお世辞だったとしても普通に嬉しいよね。はいあのある意味冷蔵庫ありがとうみたいな感じ。AKB で冷蔵庫キャラ他にいないよね。あの冷蔵庫キャラってちょっと嫌なんで、なんかめっちゃ寒い人みたいな感じだからわかんないけど、冷蔵庫のキャラにはちょっとあんまなりたいとは思わないよね。一回マネージャーに冷蔵庫の話してみよう。いやめっちゃしてます私本当に。あのエイトのいつもいるマネージャーさんにもう何回冷蔵庫の話したかっていうね。もうなんか和歌山のロケとか行く時にもなんかめっちゃ言ったんです冷蔵庫について。そしたら早くなんか業者呼びなみたいな感じ言われたんですけど、あの本当にめっちゃ言いました、なんか冷蔵庫がみたいな、凍るんです冷蔵庫がみたいな。なんかいるところで話した冷蔵庫の話そう、受けた。あ、まあすごいいい感じの反応っていうか、なんかすっごいみんな笑ってくれた気がする。みたいな、なんか普通ないじゃないこういうことって、だからすごい物珍しそうに聞いてくれたみんな。なんか下の写真とか見せたら「やばー」みたいな、みんな「やばー」って言ってた気がする。でも結構前なんでそのお塩の話最近しないね。あ、お塩はもう安定に好きすぎてなんか飽きたとかもないし、超優秀な食べ物なので塩は、だからまあ安定って感じ。なんか新しいのを買ったわけでもないし、まだあるのでそれをもう常にチッチッチッってかけて食べてます。今日はフランフランの話しなかった。フランフランの話もしようと思えばめっちゃできるんですけど、あの本当に好きすぎて、あの本当にフランフランのあのシュッシュッシュッってするやつが好きすぎて、なんだっけあれ、ホワイトフローラー
て、そのために悲しくなってたので本当に嬉しい。はい、私なんか可愛い家具とかがなんか行くたびに、あ、ここに住みたいなと思うし、なんか偽物のお花が売ってるんですけど、なんかすごいおしめっちゃそう可愛かった。はい、普通に、はいはい、か、お、プリザードフラワーっていうの、イミテーションフラワー。また私が偽物の、あの、言ってください。それ多分忘れてるんで、アートフラワー、あーね、確かに、お、めっちゃ名前あるやん。本物のお花の方が、まあそりゃいいですけどね。花はスタンドフラワーっていうの、みんなメンバーが生誕祭とかするたびに、すごいあれじゃない、綺麗にしてるじゃないですか。私の時はピンクと白でも、私お花屋さん
になり中心あった。じゃあおやすみさん、ありがとうございます。書いてないけど、俺のコメント冷蔵庫みたいかなさん、ありがとうございます。そんなことないです。ありがとうございます。書いてないけど、4位、中いろんなメンバーの壇上に上がる DD アットエッます。私も嬉しいです。ん、固まってる。大丈夫。あ、固まってるって、そっち、私が固まってるってことね。電波が悪いとかじゃなくて、私が止まってたっていうこと。あ、なるほどね。すいません、ネタ切れみたいなとこあって、ちょっとすいません、私が固まってたのね。すいません、すいません。1位変わったねってきて、嘘、ランキング変わった。増えた人読みます。誰増えた。1位、ナナタあった。せいちゃん、今日は何時に寝るの？1時ぐらいかな。そうなんだ、さん、ありがとうございます。書いてないけど、はい、ありがとうございます。じゃあアフタートークしますね。ちょっと前に今日のパーカー着てる人がフランフランから出てきて驚いたよ。嘘、これめっちゃ可愛いですよね。なんか目玉焼きみたいって言われるんですけど、これはアディダスとマリメッコっていうところがコラボした商品でして、本当に可愛いパーカーとなっております。私なんか最近パーカー好きで、パーカーっていうかトレーナーとかスウェットとか何でも好きですけど、なんかゆるっと着れるのが好きで、だからこの季節はなんかパーカーがねよく着れるというか、冬、夏は暑くて着れないから、この秋冬春とかにパーカーを着れるのが嬉しい。パーカーあっても何個も欲しくなっちゃう、なんか見ちゃう。服がどん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 増えていくっていうね。私本当に服、TikTok 見た方は分かるかなと思うんですけど、マジでクローゼットの服がもう大量で、もうハンガーが足りなくなってきてて、なんかそうなの、嬉しいっていう
半が足りないぐらい服があるっていうのはね嬉しい。いや断捨離っていうかもうなんか畳んでるよね。ハンガー統一感ってよかった。そうハンガーはなんか統一させた方がいいってなんか言ってて、そっちの方がいっぱい服入るみたいな言っててネットで。だからあれ統一したの。